どうもガヤです。今回はここからの色違い厳選がめちゃくちゃ大量に効率よくできる最強の場所があるのでご紹介していきたいと思います。はい、厳選場所が南5番エリア物見島というところに空を飛ぶをします。はい、飛んできたら、少し移動していきます。こっち側の崖際もうここですね。この辺で厳選していくんですけど、ちなみにここ前に小股ながめちゃくちゃ効率よく色厳選できるってご紹介した場所と全く同じ場所で厳選していきます。じゃあちょっとやっていきましょう。はい、今回は飛行タイプの輝き2つな遭遇パワーを発生させます。そしたらめちゃくちゃここからが出てきております。でここ青ガラスとここからのセットの群れが出てくるので、以前の小股なと同様にもう群れがめちゃくちゃ凄まじいスピードで発生してくれますので、15匹出尽くしたらこのようにしてピクニックを展開してまた群れ発生待ちして色違いが出るまで繰り返すといういつもの厳選方法となります。あ、もう出た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 、あれ、ね、2分で出たちなみにこの時後ろに下がりすぎるとこの後ろ側にも群れが発生する時があるので、この木とのちょうどいい位置関係、まあ、大体この辺ですね。でピクニックがなんかね、窮屈でできないみたいに注意喚起されない場所でやるようにお気をつけください。早すぎだろ。ちょっと30分で何匹出せるか挑むわ。挑戦します。おー、来た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 。うわー、2匹目に、ね、ね、10分で出ましたわー。おー、3匹目よーめっちゃ出る。おすすめは群れがもうパッパともう毎秒2群れ、大体2群れがさっさと出てくるんで、まあ10匹か、55群れが55で出たらもうピクニック、もう毎秒10匹高速周回がおすすめですね。もう15匹、なんか群れが3連続で出てくることがなんか全然ないので、あと13分もある。もう10匹出たらピクニック、10匹出たらピクニックで良さげでございます。まだまだ行くぞ。あー、終わっちゃいました。はい、ということで3匹ですね。30分で3匹出すことのができました。この神スポットでぜひ皆様も色違いここからを手に入れて、今環境でめちゃくちゃアーマーガーが暴れてるらしいので対戦で使ってみてはいかがでしょうか。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。